素晴らしい。これがドラゴンの力。なんたる破壊の力。この力があれば必ずアクノロギアを殺せる。そして俺がこの世界を支配する。避けよ大地、燃えよ大空、消えゆけ命の灯火。我は竜の王、竜王祭にて誕生せし新たなる王。影はここに光となる。絶対的な。そんな汚え光はいる。俺たちの光は心の中にあるんだ。お前の照らす光じゃ何も見えるんだよ。なぜ夏がドラゴンに乗って裏切ったのか、アトラスフレイム。我が心に従ったまで、イグニールの子は我が友の子。行くぞ、おっちゃん。おっちゃん。自分の時代に帰れ。戻るつもりはない。それじゃ今のローグはどうなるんだ。いずれ俺と俺は一つになる。影と影が重なる。ローグの未来も奪う気か。未来などない。アクノロギアがいる限り。夏、ルーシー、ベンディ、エクリプスはアルカディオスさんたちに任せるしかない。私たちはローグさんを。ドラゴンにはドラゴンか。来い、アザーグレア。我が炎の体にプレスなど効かぬぞ。私の混合の体は炎でやってまい。我が極炎を侮るでないぞ。アスペクトは完全なり。
門を解放せよ。全点88点。クロシオどうした？死んだ。生きてるぞ。今、この瞬間は怯えてるだろうな。死ぬ、クロシオ。どうせ死ぬ。一年後か。守らねえのか。守れなかった。今、生きてんだぞ。俺は猫一匹と戯れていた頃の俺じゃない。お前、絶望を知らぬ者には分かるまい。やっと手に入れた希望にすがる者の狂気など。なぜ分からせてやれ。仲間を捨てたのは勝利を捨てたのと同義だということ。グレイ、エルザ、待たせたな、ナツ。落とし前つけねえとな。次から次へと鬱陶しい。モード、白煙、マザークレア、一気に蹴散らすぞ。アイスメイクぞ、アイススプリンガー。
今だ、ローグを狙うぞ。おのれ、熱流王子クライ、グレンバクライデー、アイスメイクコーンドエクスタイマー。はぁ、壊せば未来でも存在しなくなる。ローグが未来から来なければこの世界は本もしかするとこの時代のローグさんをさせるか。エクリプスは破壊させんぞ。まずは未来から来たローグを倒すんだ。この俺が押されているだと、宣言。アイスメイク、うわの人々が平等に幸せになどなれんのだ。たとえそうだとしても誰にだって未来を選ぶ資格はある。明日なんて分からなくていい。今日を全力で生きるために。扉が壊れた。
信じられる。マギナニウム、この後どうなるの？計算では未来に置いた扉が使え、つまりローグはこの時代に来れない。歴史が元に戻る。ドラゴンの体が光り出した。元の時代へ帰るのか。うわ、なんだこれ。ごめんなさい。時をつなぐ扉を建造したのは私です。あなた方の自然の時の、あなたは400年前に生きるもの、我々は現在に生きるもの。本来争うべき理由が全くない者同士、それを歪めてしまったのは私。なんだ貴様。翡翠イーフィオーレ。翡翠？そう、あなたの体の色と同じ翡翠です。同じだと？同じです。翡翠の、翡翠の竜。悪くない響きだな。お前のことは忘れんぞ、夏ドラグニル。ありがとな、おっちゃん。消えた。ドラゴンが消えてく。やったね、ガズル。ああ、だが、ドラゴンスレイヤー、誰一人としてドラゴンを倒せませんでしたか。情けねえよな。ドラゴンスレイヤーが聞いて呆れる。それだけ強えんだよドラゴンってのは。おそらくアクノロギアはさらに、いや今はやめよう。勝利って感じじゃねえが。勝利さ、仲間を守れたんだ。俺の知ってるローグお前にはならねえ。俺を取り込もうとする。何度も何度も俺につきまとう。そしてフロッシュを失ったあの日、俺は影と一つになっていた。フロッシュは死ねない。1年後だ、必ず俺に伝えろ。1年後、フロッシュを守れ。フロッシュは殺される。なんか名残惜しいわね。バイバイクロッカス。随分と長く滞在していたような気がするが。いろいろあったね。そうね、だけどちょっとボロ酒場が恋しいわ。ウル、見つからないね。怪我してなきゃいいけど。怪我は時でも治せんようだからな。扉を壊して時を修復したと聞いたが。
まずい、人が来た。ジェラールさんとメルディさんですかな。ある女性から手紙を預かっているのですが。手紙？まさか。ジェラール、メルディ、ごめんなさい。先の戦いで私はある魔法に失敗したの。そのせいで私の命はあとわずかとなってしまった。でもどうしても最後にお別れが言いたくて。私の旅はここまでよ。思い半ばで先行くことになってしまったけど、それは罪を忘れないこと、それは罪に押しつぶされないこと、それは罪が許される日を信じること、それは人を愛することをやめない。本当の戦いはここからよ。ゼレフを倒さねばまた魔導士が悲しみに染まってゆく。私の分まで生きて、そして戦って。老人、この手紙はいつ？私はいつも自分の人生を呪っていた。抑えきれない不安と。だけど立ち止まって空を見上げた時、私は自分の小ささを知った。降り注ぐ最高、小さな私を照らす。まるで私の罪を浄化してくれるかの。私は生まれてよかったと初めて思ったの。私はきっと幸せだった。最後の最後にやっと自分を許すことができたの。
私の愛する人たち。大魔党演武の優勝ギルドを盛大な拍手で迎えましょう。フェアリーテイル、たった今、アイザー、すごい人の数。マグノリア近隣からも集まっているようだな。皆さん、応援ありがとうございました。もうシャキッとしなさいよ。グレイ様、なんでもない。グレイ様、どうしたのか知りませんけど、そんな顔してたら皆さんに。そうだ、あいつの分まで笑ってなきゃな。ありがとう。また、何これ、かっこよすぎてウケるんですけど。それでは記念品の贈呈です。記念品とな。スクエアリーテイルの皆様、どうぞこちらへ。ギルドが元通りだ。この町が大好きじゃ。
大魔刀演武以来仕事が一気に増えたの。猫の手も借りたいくらいじゃ。はい、ルシー、久しぶりに行くか。うん、やつに燃えてきた。ナツさんとルーシーさん、あんたはセーバージュースの。仕事でマグノリアの近くまで来たから、ついでにナツさんたちのギルドを一目見てよ。そういや、二人に聞きたいんだけど、この町ならではの白いもの、なんだそりゃ。スティング君は白いものが大好物なんです。はい、牛乳とかパンとか。なあ、白竜だからか。なるほど、そんな単純な。でも夏も火が好物なわけで。まあ、なんか心当たりあったら教えてよ。しばらくこの町にいるからさ。白いものか。白じゃない。で、何言わせるのよ。まあでも、この町ならではの白いものっていうなら心当たり。花や、花なんて喜ぶか。行けばわかるわよ。ありがとう。
がとう。マグノリア。そう、この町の名前の由来になった。へえ、マグノリアって城。まあね、こういう知識も小説を書くときに役立つから。そういうのならありか。よし、頼まれてた白いもの見つけてきたぞ。お前にやるよ。マジで？もしかしてその白い花？この花、この町と同じ。ま、へえ、そうなのか。夏さんって物知り。教えたの私。それじゃありがたくもらうよ。花を食った？スティング君は白いものが大好物なので。大好物ってそういうこと？というか食べて美味しいものなの？うん、うまい。そっか。まあ、どうしたのウェンディ、ため息なんかついちゃって。その手に持ってるのは何？あ、これは。優秀な精霊魔導士と。いきなり。ルーシー様に協力してほしいお仕事があるのです。私たちのところに来た依頼なのですが。雪の、その様子だと、もしかしてギルドに。はい、マスターの計らいでまたセーバートゥースに戻っ。雪の、マスターはやめろって言ってるだろう。今まで通り呼んでくれよ。はい、スティングさん。そうっすか、よく。こいつだ。遺跡を調査してほしいっていう依頼なんだけど。その遺跡にははるか昔に作られた精霊の鍵が眠っているらしい。雪のガース。精霊の。ありがとうございます。じゃあ。よし。はい。それにしてもこの依頼主の人、見つけた鍵は譲ってくれるの？主目的は。俺ぶ。誰から聞いたの？あ、て聞くまでもないか。夏ね。ルーシー様、どこ行こうかな。ここにしましょう。遺跡はこの先です。遺跡の周り。
扉スコーピオン、サンドバスター、白竜の方向、白竜の方向、ゆきの、やった、やった、ここが依頼にあった遺跡。ゆき、さあ行くわよ。任せて。痛いわよ。行くぜ。白竜の方向。任せて。所属空の扉。行くぜ。ピタポール。白竜の鉄拳。片付いたか。どこ行こうかな。ここにしましょう。さて次はと。ただいま。ルーシー様。お疲れ様。ガジル君、ちょっといい？手伝って。やあ、マスタースティング。調子はどうだ？ガリューのゴール、白竜の鉄拳、ガリューのゴール、楽勝楽勝、くそー、カグロ、どうした？くそ、全然見つからない。
ものからかかってこい。フォトンスライド。たあいもない。
次は。一緒に仕事行きましょうよ。じゃあ行くぜライオス。どこに行くかな。ここだな。気を張っていけ。これで終わりかよ。終わったな。よし。もっと。どこに行くかな。ここだな。さて帰ってきたか。さっきはすまなかった。どうしたものか。
すまんな。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくるかな。さあ、行きましょう。行くぞ！
ハークレスソード、ガリューの出せろ、行きます、エリューの斬撃、行くぞ、ウォータースライダー、アイスメイクフロア、我々の勝利だ。斬られたい者からかかってこい。すぐに片付ける、からかかってこい。ハット、赤髪の鎧。
スメイクカンバー、カット天輪の鎧パークレットオーバー、我々の勝利だ。さて、アイスメイク、アイスブリンガー、カリューの結果、もう終わりか、暴れたんねえぞ。よし、よいしょっと。どこ行くかな。よし、ここだ。さて次はどこ行くかな。頼まれていた手入れ用の。あー、クソ、どうしたの。よっしゃ、行っちゃいくか。カリューの頑張ってください。ごはん、カリューのゴール、よっしゃ、勝った。よっしゃ、行っちゃいくか。カリューのゴール、シャドウドライブ、やってやる。よし、カリューのゴール、楽勝楽勝。カリューの、もう終わりか、
れ足んねえぞ。